玩过以后会变成这个颜色。哦，他身上的汗，流汗，然后手上的汗，会变成。那个。变成红色。看到了，可有移动になる。哦。嗯。これはこの石よね。まあ石じゃないよね、これは。うん。木みたいな。うん。違う、結構人気あるよ。なんか運がそういう良くなるような感じ。これは何個あってとかそういうのに意味があるか、それとも適当にこの長さの数なのかな。你这个直接这样串的还是有规定几个的？108颗。啊。一定要108颗。108個。ああやっぱり。それそういう意味ある。で一個一個やって煩悩が消えていくみたいな、煩悩の罪を消してくれるみたいな開運グッズだきっと。这应该不是这样子的吧？啊。这不应该不是这样子的吧？不是符号。ちょっとそういうやり方じゃなくて、多分まあ、也就是装饰、飾り、文玩類、飾りだけ、そういう好みある人、これはいくらなんでしょうね。这种多少钱？这个是300。300。拿货价还是？拿货价，我报的都是拿货。拿货价的话，那要多少起拿？你就是看大概要多少条嘛，就这样。300元だけど、まあロットに大ロットの単価ですよ。还有它这个要很多的，这个是6瓣的，6个瓣数，是贵的。5瓣的话就几十块钱。哦。如果5瓣的话。なんかね、ここは関係あるよ。ここ、これ1、2、3、4、5、6あるでしょ。この葉っぱみたいな。1、2、3。これは6個の場合は高い。例えば5葉っぱの時は安い。あるよね。1、2、3、4、5、6。でこれ6個だから高い。でこれが5個だといくらぐらいなの？じゃあ还有7個。如果是5瓣的话多少钱？像一模一样108这样子。也是那么大小的是吧？对，也是那么大小的是大概是84吧。84。全く同じデザインと、まあデザイン全く同じ数と大きさは84。84。じゃ6の場合は300。300。あ、そんなに変わるんだ。小的话，如果像这样小的话是大概是。